エテンヌジュール・アドルフ・デミエド・サンシモン・ダルシアク・シシャクは、フランスの地質学者、古生物学者である。ランスで生まれた。サンシール陸軍士官学校で教育を受け、1830年までの9年間、騎兵将校と軍務に就いた。歴史小説を書いたが、地質学の研究に移った。1835年から第3期、白秋のフランス、ベルギー。 イギリスの生成について、特に化石の分布や相乗について記述した。さらにシルルキデボンキ石炭機の形成について研究した。主長に1847年から1860年をかけて発刊された発刊の1984年から1859年の間の地質学の進歩がある。その他にパレオントロジーストラトグラフィック、 ジオロジー・パレオントロジー、レチアチーフ・エス・ワシエ・ミネウレなどの著書がある。1853年に、ロンドン地質学会から、ウォラストンメダルを受賞した。1857年に、フランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1861年に、パリ自然史博物館の古生物学の教授に、任命された。晩年はうつ病になり、セーヌ川に投身自殺した。 D. アルキアックは植物の学名で命名者を示す場合にアドルフ・ダルシ役を示すのに使われる。ありがとうございます。